マクドナルドのダンス動画に隠された驚きの真相、朝から大騒ぎの理由とは、SNS を席巻したマクドナルドのタップリズムが生み出した驚きの効果、ファン熱狂の裏側に迫る。マクドナルドの新しいキャンペーンが SNS 上で大きな注目を集めています。それは、チキンとダンスソースのボールを持って踊るグループナンバー i の動画です。この動画は、 愛らしいダンスと美味しそうな料理の組み合わせで多くの人々の心を捉えました。みんなが楽しそうに踊りながら食べる姿は本当に愛らしいです。そしてこの笑顔を守りたいという気持ちも伝わってきます。ダンスを披露するのは神宮寺優太平野翔、岩優太の3名。3人はシンプルで大人っぽい衣装を着てゆっくりとしたリズミカルなダンスを披露した。 ところどころちょっと恥ずかしがり屋なところもあり、意外な可愛らしさに圧倒されました。立ち上がってチキンナゲットを食べながら踊るリズミカルで楽しいパフォーマンスも注目を集めている。この動画はマクドナルドの公式ツイッターアカウントで4月25日に公開されると同時に、TikTok でも投稿され大きな反響を呼びました。 投稿されてわずか数時間で1.9000件以上のいいねが集まり、ツイッタートレンド1位にランクインするなど、瞬、ま、たたく間に話題になったのです。ナンバーアンダーライン愛のメンバー3人は、元踊り子はそれぞれソロアーティストとして活動していた経歴を持っています。その実力と知名度が評価され、グループナンバーアンダーライン愛としての活動が始まりました。 マクドナルドとのコラボは彼らにとっても大きな注目を集める機会になったと言えるでしょう。今回のマクドナルドの CM はダンスを通じて商品を紹介するという斬新な演出が特徴です。チキンナゲットを食べながらダンスを披露するという普段とは一味違ったアプローチで商品の魅力を伝えています。また、 TikTok で始まった動画がマクドナルドの公式 SNS でも展開されているのも特徴的です。若年層に人気の動画投稿サイトで先行して話題を呼び、それをきっかけに広く認知されるというプロモーションの仕方は、SNS を積極的に活用する現代のマーケティング手法と言えるでしょう。視聴者からは、踊りながらチキンを食べるのが楽しそう真似したくなる。 といった声が上がっています。ダンスとチキンナゲットのコラボレーションは視聴者の心をワクワクさせ、さらにはマクドナルドの商品に対する関心を喚起しているのではないでしょうか。また、SNS を通じて若年層にも強くアピールできる CM なので、新しい顧客層の取り込みにもつながるのではないでしょうか。ナンバーアンダーライン愛のメンバーも自身のファンを取り込むことで、 マクドナルドのブランド価値向上にも寄与しているはずです。動画の中でグループナンバーアイのメンバーは愛らしい笑顔でチキンとダンスソースを楽しそうに食べながらキュートなダンスを披露しています。この楽しい雰囲気は視聴者たちに幸せな気分を与え朝から元気をもらえると話題になっています。しかし、このキャンペーンは単なる楽しい動画に終わらず、 その裏には深い意味が隠されているかもしれません。例えば、この動画が放つポジティブなエネルギーが視聴者たちの心を明るくし、日常生活に活力を与える効果があるのではないでしょうか朝の忙しい時間帯や仕事中の休憩時間に、このような楽しい動画を見ることで、ストレスを軽減し、リフレッシュすることができるかもしれません。さらに、 このキャンペーンはマクドナルドのブランドイメージにもプラスの影響を与えています。視聴者たちはマクドナルドが楽しさや幸福感を提供する場所であるという印象を受けることでしょう。そしてそのようなポジティブなイメージは顧客の心に深く根付き、ブランドロイヤリティを高める助けとなるでしょう。しかし一方で、 このキャンペーンが本当にすべての視聴者にとってポジティブな影響を与えるかどうかには疑問が残ります。例えば、健康や食事に対する意識が高まっている現代社会において、このようなチキンナゲットの食べ方や楽しさを強調する広告が健康意識の高い人々には不快感を与える可能性があります。また、SNS 上での注目度が高いとはいえ、 このキャンペーンが本当に商品の売り上げに直結するかどうかも不透明です。一時的な注目や共感を集めることはできても、それが長期的な顧客獲得や売り上げ増加につながるかどうかは今後の展開次第です。このようにマクドナルドの新しいキャンペーンは愛らしいダンスと美味しい料理を組み合わせた斬新なアプローチで多くの人々の心を捉えました。 しかし、その背後には様々な意味や影響が潜んでおり、今後の展開に注目が集まっています。しかし、このキャンペーンには考えさせられる側面もあります。例えば、このようなキャンペーンが消費者の食事習慣にどのような影響を与えるのか、また食事とエンターテインメントの結びつきが社会全体に与える影響は何か、という点です。近年、 世界中で肥満や生活習慣病が増加しています。食べ物と楽しみを結びつけることが、若者や子供たちに不健康な習慣を植え付ける可能性があります。その一方で、健康的な食事や運動の重要性を強調し、肥満や病気を防ぐ取り組みも行われています。このキャンペーンは、私たちに考えさせる重要な機会を提供しています。 楽しい体験を共有することは素晴らしいことですが、その裏にある健康上の影響を見逃してはいけません。さらに、このキャンペーンが成功する理由は何なのでしょうかもしかしたら、私たちは食べ物とエンターテインメントを結びつける文化に対して、より理解を深める必要があるかもしれません。人々はなぜこのようなキャンペーンに引き寄せられるのか そしてそれが彼らの消費行動にどのような影響を与えるのかを考えることが重要です。このようなキャンペーンは一見楽しいだけのものに見えますが、それは社会や個人の健康に影響を及ぼす可能性もあることを忘れてはなりません。私たちは自分たちの食事習慣や生活様式について考え、より健康的で持続可能な選択をすることが重要です。 それにしても、この動画を見ていると、ついつい自分も踊りたくなりますよね。朝からニヤニヤしちゃうほど、心が温かくなります。家族と一緒にたっぷり楽しめるなんて、本当に素敵な時間ですね。このダンスが頭から離れないくらい、脳内リピートされちゃいますね。さて、このキャンペーンが広がる中、人々はどんどん参加しています。仕事中でも、 この楽しいダンスに心が動いてしまいそうです。そして、この可愛らしい映像を見て、ついついナゲットを買いに行ってしまう人も多いようです。このキャンペーンには、神宮寺くんの笑顔がたまらないという声も多く聞かれます。彼の和に噛んだ笑顔に、人々は惹かれてしまうようですね。朝からこんなに幸せな気持ちになれるなんて、本当に素晴らしいです。 あなたはこのキャンペーンについてどのような考えをお持ちですかこの動画を見た後、あなたの気分や行動に変化はありましたか将来的に、マクドナルドの広告戦略にこのような斬新なアプローチが増えていくことになるのでしょうかそれとも、従来の広告手法がより効果的なのでしょうか考えてみると興味深いですね。